どうも、むつみです。今日は音楽理論って何っていうお話をしていこうと思います。この動画で音楽理論について学びたいとか、音楽理論の中身を知りたい、スケールとかコードとか度数とかそういうことを学びたいという方は、すぐにこの動画消しちゃっても大丈夫です。この動画の中でそれが出てくることはありません。この動画っていうのは、本当にそもそも音楽理論ってどんなものっていう方に向けての動画です。音楽理論というものがもうさっぱりわからないという方に向けての動画になりますので、よろしくお願いいたします。というわけでですね、お話ししていこうと思います。まず、音楽っていうものは自由です。何をやってもいい。自分がいいと思うならそれでいい。自分がかっこいいと思うならそれでいい。あ、ここなんか気持ちいいなと思うならそれでいい。自由に音で表現するものっていうものが音楽です。絵もそうですよね。自由に描いていいんです。自分の思うように描いていい。でも自由にやっていて、じゃあこれを他の方に伝えようとなった時、どうやって伝えますか？こういう音楽があります、こういう音の並び方があります、これを他の方に伝えるとなると、文字みたいなものが必要になりますよね。そこで登場するのが音楽理論です。音を紙の中で表現しようと思ったら、五線譜にオタマジャクシ、音符を書いてですね、それを他の方に見せるとすると音が伝わるんですよね。ドレミファソラシド、これを手紙で伝えようと思った時、どうやって伝えるかというと、楽譜を書きますよね。このリズムどうやって伝えよう、その時も楽譜を使います。今は楽譜を例にして出しましたけど、音楽理論の全てっていうのはこのような理由で作られています。最初に音楽は自由と言いましたけど、音楽理論があって音楽ができたじゃないんですよ。音楽があったから音楽理論ができたなんですね。つまり全て後付けです。絵もそうじゃないですか。絵にはいろんなルールっていうものがあります。ルールというか技法か。その技法を使うことでまとまった絵が描けます。とても自然な絵が描けます。不自然じゃない絵が描けます。影の付け方とか空間の描き方とか、そういうものですね。この技法っていうのが音楽理論だと僕思ってるんですよね。でもこの技法絶対に守らなきゃいけないのか、そうじゃありませんよね。破ってきた方々がいっぱいいます。ピカソとか、その技法を全く無視した絵を描きましたよね。ダリとかそうですよね。空間がおかしいんです、あの方の絵って。遠くにあるはずのものが近くに描かれているとか、この影の付け方をしてるならそのものはここになきゃいけないのに、おかしい、別のところにあるとか、これって技法を無視していますよね。でも今その技法っていうものはあるんです。技法を無視した自由な作品が評価された。じゃあその技法を無視した作品の描き方にルールを加えなきゃいけない。それを伝えるための言葉を、やり方を考えなきゃいけない。今はその技法の名前っていうものはあるんですけど、当時はないわけですね。もう全くルールを全て無視した自由な作品が出来上がっている。もしもその絵がなかったら、その技法っていうものは存在していないんですよ。音楽もそうです。もしもメジャースケール、ドレミファソラシドのことをメジャースケールと言うんですけど、これしかなかった世界線ですね。もしもドレミファソラシドだけで音楽が完結するのであれば、ドレミファソラシ、はい、7音だけの楽器しかないはずなんですよね。でも違います。音って全部で12個あります。そして民族音楽とかになってくると12音じゃなくなってくるんですね。自由に作られたものがあった、もう音程を無視して作られたものがあって、それをどう周りに伝えるかとなると、それに向けた言葉っていうものが必要になってくるんですよね。この言葉が音楽理論です。ドとレの音の感覚の名前をつけなきゃいけない。ドとレと音の感覚って伝えるわけにはいかないんですよね。それが曲の中では永遠に出てくるわけですから、音がいっぱい並べられていて、そんな言葉使っていたら原稿用紙がめちゃくちゃな量になってくる。それを解決しているのが音楽理論ですね。ドの1音上っていうのでもう完結してしまうんですよね。ドとミがあったらドから見て3度の音。今はドとか言いましたけど、これが音楽理論の言葉なんですよね。7つの気持ちがいい音の塊がありました。ドレミファソラシドじゃないものですね。なんかね、気持ちいいドレミファソラシドじゃない7つの音をどう伝えるかっていうと、スケールっていう言葉が使われるんですね。この音とこの音とこの音を同時に鳴らすと気持ちがいいよねってなるときにコードの名前が出てくるんですね。 C メジャーとか F メジャーとか、その C メジャーにこの音を足したら気持ちいいよね、それを伝えるためにできた言葉っていうのが C メジャー7とか、その音があったから音楽理論ができた。音楽理論っていうのは言語です。そう思ってください。人に物を伝えるための手段、文字を書くための手段だから、どんな音を弾いても音楽理論から外れるっていうことはないんですよ。全て理論で解決できてしまう、解決というか説明できてしまうということなんですね。適当にバーンと音を鳴らしたとしても、それは理論の中で説明できてしまうんですね。なぜならそれを説明するためにできたのが音楽理論だから。そして気になるのが、音楽理論がないとじゃあ音楽できないのか。いやいや違います。先に音楽があったんだから、音楽理論学ばなくても音楽ってできますよね。僕はベースを弾いているんですけど、3年間ベースを弾き始めて3年間ですね、音楽理論全くかじっていませんでした。もう一つも学んでなかった。スケールとかよく分かってなかった。度数とか何それみたいな感じだったんですけど、その3年間めちゃくちゃ音楽楽しんでました。曲も弾いてました。アドリブもできていました。これはなぜかというと、気持ちがいい音を出していたからなんですね。自分が気持ちがいい音をパパパパって出したやつがアドリブになっていた。この音とこの音の感覚覚えてるぞ、確かこうだったってやった時にコピーが成立したとか、見よう見真似ですね。真似をしてただけなんですよね。だから音楽理論を学ばなくても曲はコピーできるし、フレーズは作れるし、アドリブはできます。人間の感覚って素晴らしいものなので、じゃあ音楽理論学ばなくて
ていいのか、僕はどっちでもいいと思います。学ぶのめんどくさいんでね、あれすごく難しいんですよ。音楽理論っていうのは一つずつ潰していけばわかることなんですけど、何もわからない時って何がわからないかわからないんですよね。だからどこから学んでいけばいいかもわからないし、例えば音楽理論の本とかを読んだとしても最初からわけわかんない言葉が書いてあったりするっていうので、そこら辺が難しい。ちゃんと順序を追っていけば簡単なんですよ。でもそれを学んだ時、それを理解した時っていうのは、音楽を楽しむ幅がすっごい広がります。ぐっと広がる。別の楽しみ方をできるようになるんですね。今まで自分が気持ちいいと思う音を出していた楽しみから、その音を分析するっていう楽しみが広がるんですね。別にこの広がった分知らなくても音楽っていうのは楽しいんですよ。でも別の楽しみ方があるっていうこと。知識は多ければ多いほど楽しみが増えますよね。知識が多ければ多いほどどんな人とも楽しい会話ができる。もしも知識がこれしかなかったら、この分野の方たちとしか楽しく会話ができません。でも話せる分野がこれだけあったら、カバーできる範囲っていうのがすごく多いですよね。まあ深いか浅いかは別として、ちょっとでも理解しているならカバーできる範囲っていうのが広がりますよね。そういうのが音楽理論だと僕は思っています。音楽理論が分かってないと音楽楽しめないなんて一つも思ってないし、音楽を楽しむっていう根本のところには音楽理論じゃないところがあると思っています。でもこの音楽理論を学ぶということを僕は強要はしません。だってちょっとしんどいんだもん。勉強しなきゃいけないから、勉強嫌いな方とか音楽理論学ぶのめんどくさいですよね。だから今楽しんでる範囲だけで楽しむのもいいと思いますし、もちろん楽器が弾けなくても、そのプレイヤーとしての楽しみを知らなくても、音楽理論、ここの楽しみ方を知ってるだけでもすごくいいと思うんですよね。音楽理論だけを学ぶ、本を読んで、ああこういう風になっているんだっていう楽しみで、曲を聴いて、あ、こことここはこうなんだなっていう楽しみ方があってもいいと思う。音楽っていうのはいろんな楽しみ方があってもいいと思います。音楽をさらに分析できるものっていうのが音楽理論ですね。数学というより国語だと思うんですよね。まあ、これの理由がですね、数学っていうのは例えば3たす5イコール8ですよね。5たす3、これもイコール8なんですけど、音楽っていうのはそれがちょっと逆転するだけで名前が変わったりするんですよね。国語ってそうじゃないですか。絶対にやるとやる絶対にって、ちょっと攻撃力が変わりますよね。言葉の強さが変わってきます。ニュアンスが変わってきます。数学も難しくなるとそういうの出てくるんですけど、それより簡単に説明できるのは国語かなって思います。楽譜だってあれは数字じゃなくて文字なんですよ。 1,2,3,4,5,6 じゃなくてあいうえおなんですよね。だから難しい。ちょっと変わるだけで名称が変わる。この時はコードのことを指してたのに、この時には一個の音を指している、スケール全体のことを指し始めているみたいなことって音楽理論の中でめちゃくちゃあるんですよ。だから混乱する。でもそれ理解できた時にめっちゃ楽しいんですよね。腕立て伏せって聞いたら皆さんどんな行動か分かりますよね。パッと頭に思い浮かぶと思います。じゃあ腕立て伏せっていう言葉がなかったら、この動作どうやって説明しますか。両腕と両足を地面につけて、膝は浮かせて、そこから肘を曲げる動作って言いますよね。ああ長い長い、腕立て伏せでいいじゃない。この腕立て伏せっていう言葉が音楽理論だと思ってください。ちょっと分かりづらいか。じゃあこの腕立て伏せっていう言葉がスケールだったりコードだったり、あとは音の名前 CDEFGAB とかそういうものだと思ってください。この音からこれだけ音が離れましたよっていうのにも名称がついているし、音を2つ同時に鳴らした時の音にも名称がついているし、タンタタタンっていうこの音と音の間隔、これも音楽理論で文字として説明できるんですね。そして言葉でも説明できる。音があって、リズムがあって、メロディーがあって、コードがあって、それを説明するためにできたのが音楽理論です。というのが音楽理論の説明、僕なりの説明ですね。これっていろんな伝え方があるんですけど、今回は僕なりにお伝えしました。僕が分かりやすいかなと思うようにお伝えしました。音楽理論っていうもやっとした言葉、もう理論って入ってるだけで僕はね、もうアレルギー反応出そうになってたんですけど、実際ね、蓋を開けてみてみると、あ、なんだそういうことかと、その音の現象に対しての名称のことかと、そういうのがやっと分かったんですね。学び始めてやっと分かった。この音楽理論っていう漠然としたもの、さっぱり分からない、得体の知れないものだったから一歩を踏み出せなかったんですけど、僕たちが小学校の時から、まあ幼稚園かもしれないんですけど、あいうえおとか漢字とかそういうのを学んだものと一緒なんだなっていうのが分かっていれば、もうちょっと踏み込みやすかったのかなって思います。音楽理論ってそんなに壁を作らなくてもいいもの、ちょっとずつ学べばいいですし、ひらがなだけでも手紙って書けるじゃないですか。でも漢字があった方がいいよね、カタカナがあった方がいいよねっていうのですね。最初はひらがなから入って、そっからカタカナを学んで漢字を学べばいい。漢字もいろんな読み方がありますよね。日っていう漢字、あれも日本って読んだり、何日って読んだり、何曜日って読んだり、いろんな呼び方がありますよね。それって今パって言われたら分かんないことなんですよ。え、なんで日が日になったり日になったりするのさって、っていうのが音楽理論の中でも出てきます。でも一つずつ潰していけばいいことですからね。音楽理論は国語かな。
数学っていう方もいますけどね。あとはパズルだったり、そういう感じかな。いろんな要素が詰まってるんですけど、僕は今回国語ということでお話ししました。音楽理論ちょっと学んでみたいなっていう方は学んでみてください。本でもいいし、今 YouTube で調べてもいくらでも出てくるし、そうやって音楽の楽しみ方の幅を広げていくのってすごく楽しいです。音楽がもっと好きになります。楽器がもっと好きになります。勉強してるうちは嫌いになりますけどね。僕はちょっと嫌いになっちゃった音楽のことが、勉強してるうちは。でも理解した後っていうのは今までの何倍も音楽を楽しめるようになるので、ひらがなのところから学んでみてください。というわけで今回は音楽理論とは何かというお話をしていきました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやっているのでそちらもよろしくお願いします。サブチャンネル、作曲チャンネルもよろしくお願いします。ではではご視聴ありがとうございました。バイバイ。ベーシストのためのオンラインサロン、むつみのベース塾を開設いたしました。超初心者の方向けのレッスン動画、スラップ、タッピングなどのテクニカルな奏法の解説動画、音楽理論の講座、僕の持っているすべてをここで話しております。むつみのベース塾の詳しい説明の動画と、むつみのベース塾のリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。皆様お待ちしております。